お疲れちゃんでした。ラットです。そして滑舌失礼します。今回はゲフというわけで、はい、まあね、今日もやっていくんですけども、はい、今日はですね、まあリップ解説になっちゃうんですけど、まあ6-3じゃあ7-3いきました。まあ多分最後一戦やるかもしれないんで、ちょっとね、よければリプレイ興味ないって方は最後ね、一戦見てもらえればいいんですけど、はい、まあ7-3行きまして、ちょっと7戦ね、行って、今時間ちょっと経ってから動画撮ってるんで、うん、ランキングとしては61位なんですけども、まあ、7戦行った時はマジで40位ぐらいだったかな、多分。はい。行って、まあこのね、プロフィールにも載ってます通り、このミニペロフで行きました。だから前の動画もこのでいくかもしれない。もしかしたら、ね。なるほどね。はい。というわけで、このようなリプがもう結構ね、今回豪華。なんですね、この辺ですね、この辺ずっと待っちゃってて、このこう最後このペッカ反撃、その結構上位でペッカ反撃が最近流行ってるんですけど、グラチェルとかでも、はいはい、これマジで勝てないんですよ。まあ、防衛反撃置かれてロイフグ1回全然通らなくて、マジアチェにも早く打たれるしっていうので、マジで勝てないのに勝てて、あとはこの最近ね、そうだからかんないけど、このね、今世界3位とかね、うまいから44もらったんですけどでこれも世界一のねペッカ使いの人で、これね、我的力量、これあれですね、エルシオプス、中国の、そうそう、中国のノバのね、ナンバーワンエルシオプスに勝ったのもあって、結構ねあっちあっちなのがいろいろあるんですけども、というわけで、まあ、このクエイクホグも相性はいいのいいんですよね。なんで、まあ、しょっぱなね、この迫撃にね、どうやって勝ったなっていうのをね、ちょっと見てもらえば相性悪いいいかなと思います。で、まあ、このデッキのやっぱ要になってくるのが結構ミニペとか、はい、マジアチャなんですけど、そのマジアチャがやっぱどれだけ仕事するかっていうのがすごい大事で、うん、こういう相手が5持ってる時とかって結構マジアチャね、5打たれて、うん、もう活躍しないっていうのがまあ結構考えられるんですけど、はいはいはい、その活躍しないからこそそれをどう活躍させるかっていうのが大事で、そう、活躍しないやつをできるだけこう生かすっていうね。だからこことかも5打たれちゃうんですけど、まあ、ここねたまたま打たれなかったんですけどこれがすごいラッキーですね。なんでここでもう無理やり延命して、まあ、5打たれて、そうマジアチャ、これそうマジアチャ本当は5で死ぬんですけど、相手がまあ甘えたことによってマジアチャ4コスで今ね相手の多分1600削るっていう、うん、まあ、もし最初に5を打たれてももうちゃんと吐く側カナダダメージをね、そうそうそう、もし5で打たれて死んでても、あ、タワーにね一発160ぐらいなんで、まあ、320ぐらい入れてね活躍してるっていうので、うん、まあ、4コスで5打たれるからこそ、その後ろからねキングの裏から展開すると相手にタイミングよく5打たれたり防衛反撃されて、はいはいはい、その処理されちゃうんで、5打たれるからこそ後ろにねキング裏にあんま出さないようにそのやっていきたいですね。なんでここでもこう仕事をさせますね、マジアチに5打たれてもいいんで。でここ相手がディガーで処理してきたのが、まあ、若干美味しいまであるんですけど、まあ、ここね僕ミニペで守ったんですけど、まあ、アイゴレでペッカユードでもよかったかもしれないんですけど、まあ、アイゴレさえいっちゃうと相手のね迫撃のターゲット取れないんで、まあ、ディガーにはちゃんとミニペッカ当てるっていうサイクルがいいと思いますね。はい、でここではアイゴレでしっかりターゲット取りつつ、多分ロイフグ飛ばすと思うんですけど、飛ばさないですね、僕。あ、そうですね、ここでロイフグからセパーするんで、そう、こうすることによって、相手は僕のロイフグをずっと竹取ってるんですよ。はいはいはい、逆サイに行った。そして、残りの2体が迫撃を壊してくれるんで、ちゃんと役割分担、そう、役割分担ですね。ロイフグなんですけど、相手の迫撃を壊しつつ、逆サイね、飛ばしてダメージ稼ぐし、竹も取るっていう。で、ここ多分攻めたと思いますね。そう、細かいのしかいないんで、アイゴレミニペ作って、ここですね。マジアチャで、このマジアチャですね。相手この陸系が小物しかやっぱいないんで、とディガーですね。ここウッドで、そうマジアチャいればもうね、相手小物で受けれないんで、まあ、ここはちょっと、ね、いい感じになるんですけど、まあここね、ロイグも回ったんで飛ばしていきます。で、ファイブ防衛したら、下でこっちがね、今度マジアチャ無双できるんでね、しっかり陸取りつつ、アイゴレね、しっかり陸受けしつつ、これマジアチャですね。もう仕事量がやっぱ違いますね。普通がね、ファイボゲパーンで終わるのに。で、ここもね、ミニペッカ出してあげることによって、相手ね、そのギャングとか出しにくくて、だからここにね、リガーを飛ばさざるを得ない。ミリ残りにつけて、でね、これね、ファイボだけだと、カツン、カツンが入っちゃうんでね。あとは多分5ウッド5だったと思うので、多分こう5ウッド、そうですね、回しますね。まあ、若干回転が早いんで、これはもうペッカ相手ケツから出してるんですけど、まあ、間に合わないですね。これまた同じで、相手が 軽めの、そう、こういう小物、ペッカがない時、そう、小物しかない時にこうね、アイゴルミニペプラスマジアチをすると、
相手はね、マジアチャにハイボム打たないといけないけど、ミニペッカにね、そのユニットも出さないといけないって、エリがないってそうやつなっちゃいますね。なんで、まあ、マジアチャをね、しっかりハイボム打たれちゃうんですけど、打たれて死んでもそれまでにしっかり仕事をさせるっていうのが、まあね、はい、できると意外と迫撃にも勝てるんじゃないかなと思います。というわけで、これ一応これ世界、いやでもこれは、うん、めっちゃ相性いいんですよ。相性はいいんだ。そう、まあ、44歳って今世界3位で、でもこの人今ずっと今シーズンめちゃくちゃうまい、もうずっとグロトップ5に入ってるぐらい本当に強い強い。なんかいろんなデッキ、ゴレとかも使ってる、白いほども使ってる、なんか見てないな、クエイコフが一番多いんだよ。クエイコフずっと使ってる人だよね、まあ、これはでも僕多分デッキ知ってたんで、あ、そう、このアイゴレマスケ見えた時点で、あ、クエイコフだなって分かったんで、はいはい、まあね、まずはマジアチャですよから、そう、相手ね、これマジアチャ処理できないんです、相手は。なんで僕としては、相手のマジアチャをどれだけ、あ、マジアチャじゃない、僕のマジアチャをどれだけ延命できるかっていうのがね、鍵になってきますね。ここはミニペッカーで守りつつ、しっかりね、このコウモリで延命していきます。もうこれだけでね、相手はきついんでね。確かに。でもここの相手の防衛を見てほしいんですけど、鬼うまいんですよ。ミニペッカーで竹取って、雪玉で弾きつつ、このスケルトンで、そう、俺のローフグゴリ一発も入ってないんですよ、これ。そう。でも、まあね、こういうフットで、マジアチャ一発鬼高いんですね、162。実はね、結構バカに考えてね、これは。そうそうそう。なんで、まあ、ホグをね、その、相手のクエイクで僕のギャングが溶かされちゃうんですよ。ギャングってクエイクの3発でちょうど消えちゃうんですよね、ゴブリンが。なんで、その、アイゴラホグに対してギャングを出すと、クエイク打たれて大ダメージ受けるんで、できるだけホグに対してはミニペッカを当てていきたい。そしたら相手がもしクエイクってきた時に、そのダメージはね入っちゃう、若干そう入っちゃうんですが、カウンターになるんでね、ここもうマスケットには5打ってあげて、多分ここ延命すると思いますけどね。ああ、コウモリで延命するんだ。そう、まあ正直どっちでもいいけど、ね、ありがとうね。そうそう、延命しつつ、このマチアチャがうざい。そう、ここねスケルトンに打っとってもよかったんですけど、でここでそうですね、クエイクってくるんで一回待って、しっかりね、アイゴレですか、スケアチック、ミニペッカーで処理ですね。これを今甘えてね、ギャングパッて出してたら、あのクエイクで死んで、もうね、大ダメージ受けてたんで。で、これは、相手はちょっとミスったかな。そう、先行してるんですけど、ちょっとね、僕も焦ってギャング出しちゃいましたね。まあでも、これぐらいなら、まあまあまあ、そうそう、大体やりごふも入れまいと好きで竹取ったりしてますね。でも、僕からしたら、あのマジアチャがやっぱ処理されないんで、後ろからゆっくりね。でここは多分ウッドまで打ってそうですね。あのホグ一発って結構なんか普通な感じしますけど、一発痛いんですよ。300後半、ね、約400近く削られるんで、でここもローフグ飛ばしつつファイブを打って、まあなんか来たらラッキーテールですね。で多分ここのミニペッカを射抜く、いやギャングで多分延命すると思うんですけどね、さすがに。はい、そうですね、やっぱ延命命ですね。でここはまたね、今度は相手がファイヤーボールを持ってないので、はいはいはい、後ろから出してあげて、相手もギャング読みクエイク、まあ、削らないと相手もきついんでね。クエイク回と右手が返っても結局、うん、ギャンが返って。で、またこのアイゴレミニフィルの形作ってると、こういうスケルトンをね、マジアチャが射抜いてくれるんで。お、で、これで、で、ういもうこれね、多分相手は鬼きつい。右手が、おそう、ファイブプラスミニフィルのこの。一発ゲ。いいですね。で、あと600くらいは、まあ、スペル圏内、じゃあスペル圏内ですけど、危ないんで、まあ、後ろから多分丁寧にいきますね。で、ウッドで削りつつ、まあ、これね結構相性がいいですね。でもあの上手い人マジアチャにケツマジアチャにクエイクって、雪クエイクぐらいか、なんか、まあ、クエイク雪クエイクでマジアチャは死にます。そうなんで結構ねそれをされなかったのがこちらとしてはすごい、まあ、ラッキーと言いますかはありましたね。でマジアチャがこれもラッキー、これもラッキーですね。これは多分アイゴレで延命はしてケイト多分延命できないかな。はい、まあまあ、まあでもミニペッカがねやっぱ強いというわけで、これねもう早ぶって終わりと。はい、なるほど、これで44もらえますからね。これはあっちやつ、まあでもその代わりこのデッキあの迫撃とかクロスがマジきついんで、うんうん、流行ってるペッカにはねこうやって勝てるんでねいいんですけど、あのなんでこれどっちか見たいですね。世界一のペッカ工場かエグシオープ選手、エリシオープ選手。まあでも多いのはこっちじゃない、やっぱ上の方がいっぱいいない。あ、まあ流行ってるんでね、じゃあこっちにしますか、うん、こちらのねペッカ工場に対しての。ペッカ工場はあのマジで立ち回りさえしっかりできれば相性いいんで、その、はい、マジで、ね、そこを抑えてもらうとこのデッキで今無双できますね。なるほど、じゃあ早んないでいいです。
ポケットフォローつかんげ。そう、ポノス、ポノスみんな、あの、みかんさん、ライキさん、コタみんなペッカ使うんで、ね、もう本当に、うん、ペッカしかいないじゃんぐらい。そう、まあね、とりあえずね、これもまあ言ったらデッキ知ってるんですけど、一回多分守りですね。はい、守る、はいはい、あーそこで相手、そうザップがうまいんですよね。ザップで工場と地震入って痛いっていうね。でこれどうするかな、あの相手が、まあ、ここは多分ミニペ、そうそうですね、アイゴルミニペで課題作って逆サイ防衛させつつ、これね両サイにこれ左にいっぱい使わせて右を攻めるっていう、まあ、結構あのロイホグをゴーストかダックプリなんですけど今流行ってる、はい、まあ、それがどっちかがいないタイミングにロイホグサイを飛ばすようにすれば結構大ダメージ稼げるんで、まあ、そこだけ意識したいですね。これ相手のポイズンうまいですね。僕のおーでも一発多分入ると思ったんで、うん、入ったね、多分ギリ入ったかな。そうなんで、まあ、ゴーストがいるときにはあんまりねロイフグを飛ばしたくないですね。ゴーストと、ダックプリ、まあ、どっちか入ってるんですけど、はいはいはい、そうなると結構ね綺麗に抑えられてカウンターもらっちゃうんで、それまではなんかね結構ミニペックとか他のカードで回しつつやると。ミニペックはもう使っちゃっていいの？まああんま使いたくないですね、あの工場ババに対して。あ、これちょっとミスってるな俺が。そう、工場ババに対してやっぱミニペックを使いたいんで、はいはい、そうですね、この工場に対してミニペで、そうそうそう、これをやっていけるといいんですけど、相手のこのケツペックもねうまいですね。でここで僕が逆サイロイフグ飛ばすとゴーストで受けられて、うん、両サイドハードカウンター来ちゃうんですよね。あ、確かにロイフグちゃん追えないもんね、うん、なんで一回ここね僕としてはまあチャチャが行く、そう今多分削ってますね。一回まあ逆サイ攻めずにっていうやつですね。ここもエレキ多分ファイブ打っちゃって、でここしっかり小物ね、コウモリとヤング違う位置に出して相手のザップ避けつつ守れるの？これもあの、はい、気合で守ります。なるほどね。これマジでミニペッカめっちゃ強くて、あの今ねミニペッカとペックの間にアイゴロを挟んだりしたんですけど、はい、なんでミニペッカの延命が結構大事になってきますね。なんか今の最初の方にもあったんですけど、守りに使ったミニペッカの前にアイゴロつけたりつけたり、もともとついてたかもしれないんですけど、うん、ミニペッカをどれだけ生かすかっていうのも大事ですね。大体ここゴースト裂いてるんで、ロイグプラスギャングですね。ペッカも使ってゴーストも使って、なんでそうですね、こういうところはしっかりね攻め狙っていきます。でワンチャン左は延命しないか、あ、してますね。ああ、アイゴイが延命して、でここでウッドプラス、まあ、ギャングとミニペッカですね。これ一発っていうか工場がやっぱダメージ受けてるんで、ここはミニペッカで守れますね。でそうです、これですね、この守りに使ったミニペッカを、そう、アイゴイ、そうすると相手はこれに結構ユニット出さないといけないんですよ。ごっついのが開かないと。そう、お、でそこでもうね、あのゴリゴリでいきましたね。殺しに行きました。よくないな、まあ、ゴリゴリでいくと、もうこれね、ファイアボット圏内っていう。なんで、まあ、今ね、逆サイにロイフ飛ばしても相手からしたら結構きついんでね。まあ、どっちがも最後は良かった。そう、のあるんですけど、やっぱ守りに使ったミニペッカとかを、できるだけね、アイスぐらいつけるだけで変わりますね。で、もし相手がファイブ持ってるなら、今のにハシマイマジアッチャとかやって、ファイブ打ちたいけど、アイゴルミニペッカとなんかね、一緒にファイブを与えるのが難しいみたいな感じで、やるとね、いい感じになると思います。というわけで、はい、これね、最近僕、迫撃にも結構勝てるようになってきてて、おー、この前まで、迫撃絶対勝てるよ。これもう迫撃にマジで勝てないんです、迫撃マジに勝てないんですけど、なんで迫撃なんだよって絶対言ったのに、本当にクロスもね、結構きついんですけど、ちょくちょくね、いい感じ、そのアイゴリミリペとか、マジアちゃんの仕事量ですね、相手がファイブ持ってたら、ケツからは絶対出さないみたいなのを意識するだけで、はい、はい、そうですね、なんで、そういう辺をね、結構うまくやっていければいいのではないかなと。思いますというわけで、はい、今回ねこんな感じで行きますか、マグチ行かない、行かない、あ、行きますか、行くっけ、会社に行くか、行くんじゃねやっぱ、確かに3戦見てちょっと長くなっちゃうかもしんないんですけど、なんか会社に行くっけ言っちゃうか、よく覚えてたじゃん、いや、こうか、ああ行くんが、こもいながら感謝メイクか、うーん、あー行くのかなーってずっと待ってるかいや、学校ね行かないもん、いつも言っても今ね、コメント欄、いや、コタ選手なんて言ってるか分かんないって、もう僕やっぱアンチがよく他の人のコメント欄に湧くんでアンチではないけど、ね、アンチがない、嬉しい、もう応援コメント全部、まあじゃあコメント欄、今回は楽観よりね、ポカカンありがとうみたいな感じのコメントを巻くんで、よろしくお願いします。多分本当に分かんないってなってる、俺マジ慣れだよね絶対、慣れ、マジで中高一緒の友達ももう何とも思わないけど、
やっぱ初回目はみんなこいつ大丈夫みたいな感じ、まあそうやね、もう満足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 。マッチングがねやっぱちょっと長いですね。まあ上位やんげんねっていう。いやまあそんなでもないですけど、多分今みんなあの晩ご飯食べてる時間帯だと思うんですけど、海外今寝てますね。ああこれはありそう。寝てます。なんででまあマッチングのテスラクロス来ると絶望です。テスラクロスじゃなければあの可能性はマジ無限大まであるんですけど。26ホグは？あ26ホグもないことはないけど。ピカピカ。うわザチャンピオン。待ってめっちゃトロ引く。やばい。これ負けたら434座れて僕ナエル。じゃあいかがんかか。ナエルマンなんで勝ちに行きたいと思います。よろしく。たまにでもペッカのダックプリはちょっと辛いんですね。うわぁ、ペッカ破撃か。破撃っぽいなぁ。待って。やばいよ。集中しよう。よし。はい。なんだこれ。なんだこれ。アーチャーギャングとはなんだ。まあ、まず様子見ね。後ろからも。おぉ。なるほどね。わかんな。でも、しょっぱん。え、ファイボー。ファイボー。でもコウモリ生きてる。やばい、これやりすぎたかも、俺も。これも一応セパってなんかね、おやおやこれはまとめて処理されるの怖いんで、これでも相手ファイボキックでも相手逆サイド何もそう逆サイド何もできないですね。オッケーオッケー。いやこれババファイボアーチャースキラゴーリンギャング入りなんだこれ。いやこれ痛いな。これウッド落ちますね。ちょっとさすがにで端前ギャングワンチャン来るんで大声構えつつ逆サイド入ってるのでかいな。アーチャーババギャングスキラーファイボー、おぉ、ジャイじゃん。よく分かったな。やっぱね。で、これもまた、これで、あの、ファイボー打たれちゃうんで、マジアチャを、この辺に出しても仕事しないんですよ。なんで、はい、射抜くか、スケラボーイのキングラーですかね。あ、キングラニアクを受けないんで。やば。え？ミニペを殺しに行くか。そういけ？やば。おしゃれにっていい。あ、矢の目と、やば。ええ？なんかすごい。これちょっと打っとって、え、なんか、なんか待ってすごい。わかんないわかんない。わかんない俺だ。敵もやばいし、プゲもなんか おしゃれ。これはでもまあ小物多いですね。ワンチャン殴れ。わあ、いやこれでも痛いんだよな。これすごい。マジアチャ左サイドに出して。オッケー、これもねマジアチャ無視できないんで相手は。ジャイスキラか、スキラでヤナアメファイブだったな。ヤナアメファイブなんでコウモリ行きますね。コウモリうまく使っていきたい。お。お、まあここに使ってくれたらこっちのロイホグが。結構通ると思いますけどね。ああ、ギャングか。おお、いけいけ。ファイブって、そうですね、もう削ります。きますかね。これジャイをさちゃっちゃとかしたいですね。やなね。オッケー。ジャイを秒で処理して。とかして痛い。でまあこのミンピギャングだけで相手防衛。お、まず333、ファイブって圏内。いやでこれ多分ジャイが回ってくるんで公開権限も回しけ、うん、うい、射抜いていく削るん相手はもう絶望のでワンチャン5来るからアイゴレで一回待ってきたー、あざっすあざっすやぐやんあざっす。まあねジャイに対してはアイゴレミニペでしっかりミニペッカーにして、まあ、後ろが前や処理するとね、よし、こんな感じでいきますというわけで、あー49、あざっす。今ね、トレハンにみんなポロスいるんですけど、ちょっと見ないで。みかんさんも高いですね。ライクさんも安定して高い。なんですか、あ、テンゴットはまあ71。最下鏡いっけ、今シーズンが最下鏡1回見てほしい。コタくんは今シーズン、やば、7326いってんだけど、7326か。ちなみに今68というわけで、ね、あの、このコタくんのね、まあペッカうまいんでね、ペッカとあホグとかうまいんでね、ぜひね、はい、まあ、ホグ動画出してる人も意外といるわ。でもいいんですけど、違う違う、そうコタくんね、違うんで滑舌を聞きね、概要欄チャンネル貼っておくんで、はい、ぜひねそちらも覗いてみてください。というわけで終わりにしたいと思います、はい、お疲れ様でした。